クリス、エドはどうなんだ？手術はうまくいったみたい。でも、意識が戻らないの。しばらくこの ICU で様子を見ないとね。パパ。デカ長。できるだけのことはやってみるわ。あとは祈るしかない。クリス、エドが良くなるまで、エドが入院してることは内密に頼む。担当医やナースにも漏らさないように言ってくれ。分かってるわ。患者の命を守るのが医者の務めよ。ジョナサン、パパ、大丈夫よね？アナ。ごめんなさい。私がそばにいながら。いや、アナ。俺がエドをこの事件に巻き込んだ。エドは嫌がってたんだ。違うわ、ジョナサン。パパ、いつもジョナさんのこと言ってた。ジョナさんが帰ってきてくれたって生き生きしてた。あんなパパ見るの、母さんが死んでから初めて。エドがそんなことを。私、パパにうんと長く生きてもらいたい。これまで私、パパに苦労ばかりかけてきたもの。パパ、私のこと気にして再婚もせずに、 LS のバッグの時だって私無茶な注文してパパを困らせた。アナ、あれは知ってるわ、ジョナさん。でも私嬉しかった。そんなに私のこと気遣ってくれるなんて。私はパパから本物の愛情をもらったもの。アナちゃん、マークちゃん、パパは心配ないわ。私たちがきっと元気にしてみせるわ。ミリュー、あなたたちを頼む。彼の容態を見てくる。どうですか、カレンは。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか？いや、知り合いです。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医、コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなたはどこかでお会いしましたか？いや、人違いじゃないですか？まあ、どうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。え、大丈夫です。警察には言いません。心配しないでください。あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか？医者というものは本来、体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう、先生。感謝するのならゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。それよりも彼女の容態が心配です。はい、ということで、お疲れ様です、山です。ポリスの続きやっていきます。さあ、エドとカレンが倒れましたね。エドは一応無事なんだ。とっさに外したのかな、急所的なのをね。あー、そっか。で、あいつもグルだっつって言ってたよね。誰だ？もう味方いないんだけどね、そもそも。カレンは違うよね。だからクリスの線あるんじゃないのかなとか思うんですけども。でもクリスが敵であれば、まあそもそもこういう場所を提供しないよね。わかんない。はい。で、聞いてみようか。カレンの病気。再生不良性貧血。簡単に言うと、血液を作る骨髄幹細胞に異常が起こって、血液を正常に生産しなくなる病気。新しい血液が作られないまま、だんだん古い血液が溜まっていくみたいな感じかな。だから定期的に抜いたり、新しい血液と
交換するみたいなやつが必要なんじゃないの？ごめん、想像で言ったけど。はい。宇宙からの放射線が原因なんだって。うん。はい。頼む。できるだけのことはします。まあ、約束はできないよね。我々が恐れていた事態です。バクテリアに対する抵抗力の低下で、盲腸炎とその他の感染症にかかっています。盲腸炎ってあれだよね、盲腸だよね。どうなんだろう。そこまで痛いのかな。まあ、めちゃくちゃ痛いと思うよ。出血が止まらずひどい貧血状態でしたね。そっか。まあ、新しい血液も作られず、その血液も出ていくばかりで、体調は最悪だね。血小板輸血と抗生物質の大量投与で盲腸炎の手術を終わりましたが、ああ、やばいね。治療方法。移植ね。ドナーさえ見つかれば、骨髄移植療法しか残されていません。しかも早急に移植しないと手遅れになります。だからここに来てなんかやっぱなんだっけ、バイオモートだっけ、月面のね、あそこがなんか関わってきそうというかね、なんだろうね、必要なんだよね、実際こういうドナー町で死んで、命が危険にさらされていく人ってたくさんいるからね。ただあそこまでして、臓器を確保するっていうのもなんかね、だから難しいところではあるんですけども。移植前に放射線治療を行います。その時にある程度体力が残っていないと助かる見込みはありません。まあ、手術もね、体力がないとできないんでね。大変だよね。はい。骨髄の移植は大変。一種の輸血。骨髄っていうのは、骨とかじゃなくて液なんだよね。骨髄幹細胞を、ちょっと待って、これなんて読むんだ？はい。顎静脈だって。初めて見たし、この顎静脈で検索するとすごい、まあ、いろんなね、画像が出てくるんですけども、顎首かな？から出てる太い血管があるよね。多分左側だと思う、自分から見てね。左側の太い血管のことじゃないかな。まあ、暑い時とかにね、氷をそこに当てれば、体全体が冷えるみたいなことを豆知識でね、教わりましたけども。だから太い血管に注射して、ってことかな。まあ、注射で済むのであれば1時間で終わる。大変なのはそれ以前です。レシビエント？ビエントには、移植前に自分の骨髄幹細胞と、白血球を殺す前処理を行います。喧嘩しないようにってこと？新しく入れる、骨髄幹細胞と、自分のね、もともと持ってるやつが。結局移植で他人のなんか物が入ってくるわけだから、攻撃しちゃって、うまくいかないことがあるから、一旦こう、防衛機構を止める必要があるみたいな話かな。難しい。え？はい。7.5 グレーの放射線の全身照射を行います。剣はない。ただ、輸血用の HLA 型があるかどうかが問題なので。カレンの血液型すごい特殊なんだね。免疫反応が問題。拒絶反応、移植のね、を起こす原因は、白血球のリンパ球に関係があり、血液型にあるということが突き止められました。はい。まあ、その HLA 型が一致すれば、移植ができると。逆に合わないと一緒というか、まあ、絶対無理っていうことですね。可能性は500人から
1万人に1人。結構幅が広いね。非血縁者間で、まあ他人でね。他人で500人から1万人に1人。ああ、親族であれば大体一致する。人種民族が違えば一致する確率はほとんどありません。兄弟間が4分の1。はい。難しいね。まあ、なかなか難しいっていうことだね。それじゃあ、その HLA 型が適合するドナーは見つかったんですか？これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。しかし、これは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが一人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。え？ゲイツ？なんて皮肉だ。知り合いですか？その人物に問い合わせをしたんですが、我々の要請に答えてくれないんです。ゲイツ、なんとかここへ連れてきてもらえませんか？彼以外には？患者には兄弟がいないですから。ですが、ごく稀に。何か？両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが、親子でも一致の可能性はあります。ただ、カレンの両親はすでに死亡している。はい、残念ながら。それに本当のところ何です？彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから。ええ、たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。ゲイツ・ベッカー。ゲイツだよね。BCP の、トップだよね。ずっと味方だと思ってたけど、最後に裏切った人ね。ゲイツか。うん。骨髄移植しかない。っていうことね。で、ゲイツ・ベッカーか。なんで断ったんだろうね。まあ、ジョナサンとか、エドに協力しないのはまあまあわかるとしても、カレンに対しては別にないでしょうにね。まあ説得しに行ったらもう即捕まるからね。はい。まあこんなもんですかね。そうです。念のために、あなたの HLA 型も調べさせてください。ああ、気休めだが。すぐ終わります。この血液を用意してある抗体を使って HLA の番号を調べるだけです。 HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。え？そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して 5、6 倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサン！え？どうした、メリル？ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子、病室にいたがらないの。マーク、お前。これがそうよ。この左側のバイクスーツの男は、レッドウッドだわ。右側が宇宙服の男か。ん？これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって。あの時、現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう。もしかしてそれ、マークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花？あの時そんな花咲いてたっけ？
ジョナさん、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ。デカ長は5年前マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったのも。マーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ。そうよ。そのマーク中毒者の名前はリドリー・レッドウッド。レッドウッド。現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工授精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。エドはあの時なんて言ってた。撃たれた時確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね。誰なのこの宇宙服の男は。ジョナサン、ガソルでその人物を指してみて。さあ。おお、初めて見たなこれ。登場人物か。あー、死んだ人もいるけどね。あれ、これ誰だっけこの人。あー、これあれか、研究所の受付の人だね。受付じゃない、なんだっけ、警備の人だよね。でデイブ、メリルでけえな。180ぐらいあるんじゃない？もっとあるかな。一番でかい。あ、こいつが徳川が一番でかいんだ。で、エドの娘って名前出てこねえな。でマーク、でジョナスさん、これカレンだよね。でこれがクリスかな。はい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 、石だね。影に隠れてるね。で、今のところもう味方はこいつしかいないからね。カレンね。カレンじゃん、クリス。だからクリスなんじゃないのかなと思ってるんですけども。で、さっきのマークが書いてくれたラベンダーあるじゃないか。いつまでこのクリスはラベンダーの香水つけてんだよね。だから、この人なんでしょうけどもね。ちょっとやっぱ残念だよね。みんなが、すごい、結果的には。彼女いつもラベンダーの香水つけてたもの。まさかあのクリスさんが。でもこのコロニーで香水つけてる人なんて他にいないわ。しまった、どうして気がつかなかったんだ。マークは知ってたのね。それでまずいわ。彼女デカ長の病室よ。アナ、マーク、危ないからここにいろ。俺はエドの病室へ行く。クリス、寄せ。エドを殺すつもりか。いや、来ないでジョナサン。クリス、どうして。来ないで、それ以上近づかないで。飛び降りるわよ。どうしてなんだ。私こうするしか仕方なかったのよ。誰に頼まれた。徳川よ、エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ石田に代わって AMM におびき寄せたあの電話もクリス、あんただな。
あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには、宇宙で生きていくには、徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院何とかやっていくには、徳川に取り入ってこびるしかなかった。私は人として生きることを捨てたの。女の幸せも。クリス。それに私の息子のためにも。息子だって。あなたも見たでしょ、理事長室の写真。あの子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私はもう一度マスコミの注目を浴びようと必死になっていたの。お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー、まさかそれがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で、私は二度と子供を産めない体に。あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有のフローズナー。ええ、トニーは政府に取り上げられたわ。何度も裁判したけど、あの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいればトニーのそばにいれる。私、息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ、私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川やゲイツの悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオモードと変わらない。受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろ。できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。私が。クリス。わかったわ、ジョナサン。すべて話すわ、何もかも。レッドウッド。ジョナサン、そろそろ決着をつけようぜ。俺たちは徳川ビルで待ってる。お前が勝てば本部長の骨髄も手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。エドと一緒に臓器となって人様の役に立て。待ってるぞジョナサン。許さんぞレッドウッド。